てくれてありがとう。でも俺は探す宝のありかを。さっき俺に飲ましたウイスキー、でも俺は100倍にしてたんじゃないかフリスビー。いやマジでひらりふわりひらりというよりも教えたのがネックレフリハホリというよりも、お前の顔は刺繍型それかどんだけインフルかが大事。ネホリハホリ酔いももちろんお前の顔にもう一回見た方がいいよその鏡と我が身。酔いももちろん大阪こっち来たりしたけど、せいぜい頑張れ腰光とか言う前にお前俺が光出した左よりももちろん右に左揺らした何がクリスミーよりもヘッドバンギング俺は首クリスミー、yeah. 確かに新潟は腰光でも粘りが違うんだ餅みたいに、つまりピヨンピヨンそんな感じ。でもマジヘッドバンギングじゃなくマジもっとペットパンにしてくれよ。お前をペットパンにサンドウィッチというよりも噛んだ抜群のヒッチハイクみたいな感じでフリースタイル決める575みたいなこんな俳句。今日575みたいな俳句よりもお前は俳句使ってるみたいだけどライブ退屈退屈見せる俺がもちろん歌い尽くすまでもちろん回復って不安な何がよりも何が噂新潟よりももちろんあった自信が、でも自信があったけど自信を失った。ここ1回戦で敗退する新潟。